おやすこんにちは、無理です。ちょっとあれだな、この画面からスタートしたけど、この画面の方が良かったかな。まあいいや。ベリゴロス、何を使ったっていうのはいいの、これ。ベリゴロス亜種とラギアクルス希少種の両方が入ってくるんですけど、サムネはこっちかな。ベリゴロス亜種を使っていきたいかなと思います。はい、ということで本日の編成協力はアイリーさんですね。でですね、この性能が、これどう思います？皆さん。結構世間体の評価は高そうなんですよね。まあまあ確かに強いんですけど。バインドスキブ6個あって、浮遊持って7強プラ3あって、まあ、ボイスですね。で、ディージ持てるんですけど、スキブも最大8にできたりもします。第3まで属性が光なのはすごくいい点ですね。スキルがね、まあここが結構評価としては高いですよね。高速ルレループ、操作時間延長、まあ要は芝みゆき的な感じを非変身でやってのけるぞと。で、55億か、ループもしますので、上限解放も、潜在よりも高く出していけるぞって感じですね。で、76リーダーなのもいいね。だから本体性能は確かに結構便利かなって思うんですよね。まあ、光属性単色パとか使うにあたっては、T 字消しが今光強いから、その辺の相性はいいのかなとは思ったりしますね。うん。まあ別に光単色に限らず、他の編成でも幅広くは使えてくる性能かなと。まあ、ただ、ルーレットとか、ね、操作時間の同時延長のループをするキャラって他にもいっぱいいるから、どうなんだろうなーっていうとこですね。難しいなっていうのはありますね。まあ、もっと、ておかなくてもワンチャン誰かで代用聞きそうな感もあるがと思ったりはしました。76も含めるとなかなか難しくなるのかもしれないですね。ちょっとね、こいつの評価が難しいんですよね。はい、世間体は結構評価は高い気がします。武器はバランスタイプ不要の、チーム HP3 スキルバインド回復、まあまあね、優秀。最近増えすぎな、あとこの組み合わせな最近スキブチーム HP3 増えすぎで、2ターン遅延して 80% カットします。まあスキルも強めですね。うん、って感じです。ルーレット潜在触れるのが強みかな、あの武器は。で、今回は、ちょっとこいつもいるんでね、こいつも紹介します。イラスト今んとここれですけど、ソロ墓地か来週あたりには変わるかな、ラギアクルス希少種。ちょっといろいろ問題起こってましたけど、スキブ4つ、封印10強プラ2の 2way プラス3でボイスありますよ。こいつも低音だな。上学生がスキブプラスでバインド回復エルジの全パラアップ。だからスキブ最大7か。4ターンスキルは無効貫通ですね。2ターン無効貫通の怒り属性エンハンスも2倍2ターンやるので、4ターン中2ターン継続できるのは強いと。で、上限値も上げれますし、第3属性まで光。まあ自身は光、副属性は違うので、付与してあげる必要はあるよという感じですね。ということで、今回はこの最近登場したパステルと合わせたゼルクリアの編成にぶち込んでいきますよって感じですね。で、まずベリオロス亜種は TG、ドラキ3、遅延2、上はマーベル、このダブルマーベルの、キャプテンマーベル側の武器、回復ドロキをついたね、最近ね。で、ラギアクルス希少種は全パラ、悪魔キラ3突遅延2で上光にですね、まあ、回復タイプも付与できますし、副属性も光にできて相性よし。で、ゼルクレアは、全パラアップ、スキブ潜在遅延2、上リダチェーンするべくしてハーツって感じですね。で、スザクは毒目覚め遅延に、上はマーベル、キャプテンマーベルのね、本体の武器ですね。で、こっちのパステルも同じ武器がついてて、アシスト無効潜在遅延2ですね。で、フレンド枠に関しては、光ダメージ軽減プラスを3個遅延2で、ビームライフルはこれあれだな、ガンダム詳しくないんですよね。名前が光属性の7強2だから、キュベレは闇だから、光属性は、GO! はい。出るまでにだいぶ時間かかるということでね。これで、新まんじゅう、HP プラスバッチやっていきましょう。はい。ということで、じゃあ、新まんじゅうやっていきましょう。第三属性、全員だな、これ、さては。今気づいたけど。これ、全員だな。はい、リラチェンして、ベリーを上打って、ゼルクリア1段階目打って、パステル変身して、スザク変身して、変身後のパステル使用して、変身前でまた変身かけて、スザク打って、はい、で、ベリーを、ルーレット操作時間延長ループして、ラギアクルスの上で光にでヘイストかけて、で、もうそのまま削っていきましょう。これ全員、あれだよね。第3まで光だよね。やばい。とんでもない。はい、ワンパンですね。
ちょっとラギア君だけね、火力の出し方がね、他のキャラと違うんですけどね。ちょっと、2A なんですけどね、彼はね。はい、じゃあ、スザク。で、パステルも打ってあげて、はい、ここはもう、ワンパンで仕留めちゃいます。2A も組んであげれば、ラギアが火力頑張ってくれるかなって感じですね。はい、ワンパンですね。さあ、次、3階層です。3階層は、もうそのまま、スキル使用せず、もうルーレットから回復を取り出しながら、スキル使用しちゃうと上限解放しちゃうので、ダメージ吸収はもうスキル打たないと。上限解放しないんで、これでね、ダメージ吸収引っかからないんですよね。はい。って感じで、2回殴っていきますと。はい、回復自力で呼び込み出して、はい、これ飛ばしていきます。はい、まあ4つ消しがいいですね。 T 字組んじゃうとどうかな、大丈夫だと思うんですけど、まあ4つ消しがいいですね。でフィロールーレットですね。はい、スザク打って、でまあここ上限解放とか取り戻しつつ、で、ラギアも使用して、まあ、一旦 L 字っすね。アシスト無効解除しましょうということで、L 字2個組んで、残り1ターンで、次で解除し終わってから突破しに行きます。はい、まあ、こんだけでも結構削れてますけどね。まあ、光ダメージ半減あるんで、どうしても、どう頑張っても多分2パーになるんじゃないかなと。はい。じゃ、パステル使用して、はい、スザクも使用して、これ飛ばしていきます。ルーレットですね、あれ、ベリオンも打ってますね。ルーレット、浮気、剣。まあ、ここで突破しちゃうから、またここでルーレットループの開始ですね。はい、OK ド。さあ、続きまして、5階層ですね。5階層は、まあ、いつも通りワンバンで仕留めていきます。はい、じゃあ、スザク打って、パステルも使用して、もうワンバンで飛ばしちゃいましょう。はい、回復 L 字も込み、T 字も入れて、落としてもしっかり入れて、あー邪魔されましたけど、今闇まで落ちてたけど、はい、これで、落ち込んすごいね、突破していきますと。はい、で、続きまして、6階層、今回は闇ですね。強制ヘイスト溜まっちゃうんで使っていくんですけど、はい。これね、ジオウの武器遅延なんでね、結構ありがたくて、遅延させますよって言った感じですね。はい、で裏も使用して1回遅延かけてちょっと待っていきます。 HP 倍率もね、どうせ取り戻さなきゃいけないっていうのもありそう、あるんでね。うん、なんで遅延分待ってあげて突破していきましょう。で、盤面拡大のスキルも今回ないので、大凶小凶の盤面縮小に関しては耐久でなんとかしていきます。どうせゼルクレアを耐久の時に使って、またため直しって感じになるんでね。まあまあまあ、しょうがないですね。どちらにしてもみたいな感じのところはあります。はい、で、大凶小凶ですね。で、盤面縮小きますが。はい。ここがゼルクレアを使って、耐久値上げつつの回復生成して、まあ耐久していきます。はい、もうひたすら回復2セットで耐久して、で、また次にゼルクレアが溜まるようにしながら削っていきますと。4ターン目ぐらいかな、これが。はい、これでまずは半分まで削っていきます。はい。まず、あと、ラギアクロスしようね。ラギアクロス使用しないとダメージを無効貫通しないんで。やっぱ4ターン、最近増えてきたよね。4ターンで2ターン継続する無効貫通主流になってきてるから、もうそれぐらいできないとお話にならんですね。5ターンかけてるようなやつは話にならんですね。変身キャラとかだったら2ターンでやるもんね。2ターン、まあ1ターンだけどね、継続は。2ターンで1ターン継続。今回のロイヤルノーチラスとかもそうでしたけど。2ターンで1ターンの無効貫通、もしくは4ターンで2ターンの無効貫通が今はもう主流。もうそれが当たり前みたいな。そこにだってラギアクルスプラスアルファね、エンハンス入ってますし、ドロキョウもラギアクルス確かあるんじゃなかったっけ。ありますね、全ドロキョウ。ラギアクルスといえば全ドロキョウだからね。なんで結構効果もちゃんとね、無効貫通するだけじゃないからね、意外と。はい、ここもね、ワンパンで仕留めちゃいます。
まあ、左ガン虫ですけど、うん、だからまあ無効貫通、じゃあ5ターンとか6ターンとかかけて2ターンの無効貫通キャラは他に何ができるんですかになりますね。盤面広げるとか、同時にダメージ吸収対策するだとか、まあ、そういったことができるんじゃないかなって感じですね。はい、ということで9回そうですね。レイランバード、もうここもワンパンですね、うん、ここもワンパンですよ。8回9回ワンパンワンパン、これはもうね、みんなが属性いっぱい持ってるし、みんなの火力が高いおかげですね。はい、パステルも使用して、毎回ちゃんとゼルクレアもね、上限解放してくれるからね、これで。はい、ツーウェイも入れて、しっかりね、ラギアクルスにも火力協力してもらいつつ、これワンパンです。はい、最強。さあ、で、ボス回想です。ゼルクレアがシールド削り切った後必要なので、ちゃんとね、ゼルクレア貯めれるように、シールドを破壊していきます。1枚目は思いっきりもう削っちゃいます。はい、 TG2way 両方込みでぶん殴っていって、一応一発で削り切れる火力は出るんでね、うん、おまけの落ち込んがでかい、うん、おまけの落ち込んが強すぎる、うん、十字が入っていくと。はい、これで一発削って、2回目はね、ちょっと2ターンかけますね。ちょっとここはね、T 字を入れずに、光の分割で、ちょっと削って、ゼルクレアが溜まるようにして、次でね、T 字を入れていきます。まあもう T 字入れなくても削れる量ですけど。はい、大きい T 字も降ってきましたが、これで2枚目を削り切って、覚醒無効もらっていきましょう。で、本体はワンパンしますんで、はい、雲作られーの。はい。ゼルクレアでね、覚醒無効解除して、で、スザクとパステルってもうワンパンですね。はい、ということで T 字もこれね、シレット組んでますけど、 T 字と 2way と回復3セット、これ飛ばしていきましょう。はい、 OK で、最終回想ですね。とりあえず初手耐久します。またゼルクレア、もうゼルクレアが要だから、この編成はもうゼルクレアの HP を2倍にすることによって耐久値を成り立たせるんで、とりあえず回復2セット、もうパンパーンで回復2セットパンパーンで耐久です。これ2ターンやります。回復力も結構高いので、回復タイプいっぱいってこともあってね、なんでまあ復帰はしやすいかなって思いますね。はい、とりあえず回復パンパーンで耐久して、で、こっからね、2回殴る必要があるかな。2回殴って削っていきます。まあ敵もね、なんか都合よく闇になってくれるんで、ここから削っていきましょう。敵が闇になったら攻撃開始の合図ですね。はい、ということで、まずは一発。これで半分ぐらいいきますね。半分、4分の1? うん。まあ、結構いったね。40% ぐらいいったわ。はい、で、もう一発殴って半分までいきます。でリオでループをまたかけて、スザクとパステルを使用して、ヒージを入れながら回復エルジュも入れて、火力もりもりで、まあここまでやらなくても多分行くけど、半分まで削っていきますよと。でシールド展開、攻撃力5倍なので、ゼルクレアで HP 倍率を持って耐久値を稼いでいきます。でスザクとパステルで、まあシールドは一発ブレイクしていきましょう。はい、TG2way も込み、回復エルジュも入れてたかな、今。じゃ、これでシールド一発破壊ですね。はい。で、敵の発狂はしっかり受け切って、はい。じゃ、ここで、スザクとパステルとラギアもね、打って、上限解放しちゃいましょう。はい。で、T 字入れながら、ルーレットからね、回復作りながら。だからさっきの盤面が、お邪魔とキーみたいな二色陣やられて、まあ、パステルが言っても、回復3セット作れるから、まあまあ、言って大丈夫か。ただ、まあ、スザクの生成だけだとね、どうしても T 字しか用意できないみたいなのがあるんでね、そこも 2way とかも余分に用意できるのは強いですね。無効貫通はラギアが継続してるんで問題なし。その辺は結構ベリオの強みは出てるんじゃないかなとは、思いますね。うん。
はい、ということでラストパズルですね、これが。って感じで、クリアすることができますよと。うん、まあ結構強いですね、やっぱりね、ベリオとか。ラギアも、データナとかとの相性もいいみたいですね。2ウェイも強化されますから、まあさらにまた評価が上がるんじゃないかなと思います。ベリオはね、他の編成でも幅広く使っていけるかなと思いますので、まあ当たった方は全然喜んでいいキャラの性能かなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。